心の水面へようこそ。あの人と一緒にいるとなんだか嫌な気持ちになる。こちらが親切にしても感謝を感じない。利用されるだけ利用されているような気がする。そんな人間関係の悩みを抱えてはいませんか？生きていると良くも悪くもいろんな人とのつながりができて、その人間関係は私たちの日々の幸せにも大きな影響を与えています。中には縁を切りたいと思うような嫌な人の一人や二人はいることでしょう。今回はそんな縁を切りたいと思うような悪い人間関係について、どのように対応すれば私たちの心を乱されずに済むのか考えていきたいと思います。仏教を元にした物語を通じてその教えに触れていただければ幸いです。では参りましょう。古代インドの豊かな自然に囲まれた小さな村にパラバーナという若者が住んでいました。この村は川のほとりにあり、緑豊かな田畑が広がっていました。村人たちは日々の暮らしに忙しく、朝から晩まで田畑での仕事に励んでいました。パラバーナは心優しく、村で最も努力家の一人として知られていました。彼の畑はいつも豊かで、収穫の時期には村の人々に喜んで野菜を分け与えていました。村の者は皆彼を慕って良好な関係を築いています。パラバーナにとってはそんな村での日々が愛おしく、誰かの喜んでいる笑顔を見るとそれだけで今日も頑張ろうという元気が湧いてきました。そんなある日、カイラシュという男性が彼の畑を訪れました。カイラシュは村の中でも特に貧しい家庭の出身で、しばしば食べ物に困っていたのです。パラバーナは心優しい性格から彼の家庭の話を聞いて哀れに思い、カイラシュに喜んで野菜を分け与えました。カイラシュは感謝の意を表し、パラバーナの優しさに感動したようです。しかし時間が経つにつれ、カイラシュの態度に少しずつ変化が見え始めました。カイラシュはそれ以来パラバーナの畑に頻繁に訪れるようになり、野菜を求める回数もだんだんと増えていきました。初めは何とも思っていなかったパラバーナでしたが、カイラシュが他の人には頼まず、いつも彼のみに頼ってくることに気づきました。さらにカイラシュの畑は手入れされた様子もなく、彼からパラバーナに対して何かをくれることは一度もありませんでした。ある日、パラバーナは自分の畑で特別に育てたトマトをカイラシュに分け与えました。それは彼が長い間手間をかけて育てたもので、村の中でも珍しい品種でした。カイラシュはそのトマトを受け取ると何の感謝の言葉もなく去っていきました。それを見たパラバーナは彼との関係に疑問を持ち始めます。次第にパラバーナはカイラシュがただ受け取るだけの人間であり、彼にとっての関係は一方通行だと気づきました。パラバーナは人に与えることの喜びを知っていましたが、カイラシュとの関係は彼にとって重荷になりつつあったのです。交友関係の広いパラバーナの悩みはそれだけではつきません。それは村の集会での出来事でした。村人たちが集まり互いの問題を話し合っている中、パラバーナはバスカルという男性と知り合いました。バスカルは話し上手で、いつも周囲を明るくする人物でした。彼は村の問題に対して熱心に話し、多くの解決策を提案しました。バスカルはパラバーナに対してもいくつかの約束をしました。彼はパラバーナの畑の囲いを直す手伝いを申し出たり、共同で行う農作業に参加することを約束しました。パラバーナはバスカルの言葉に心を動かされ、彼との友情を深めることを期待しました。しかしどれだけ日が経ってもパラバーナはバスカルの言葉が行動に移されないことに気づき始めました。約束された日にはバスカルは現れず、いつも何らかの言い訳がありました。最初は忙しいのだろうと思っていたパラバーナでしたが、次第にバスカルの言葉に疑念を抱くようになりました。特に心に残ったのは村の共同作業に関する約束でした。バスカルは大きな声で協力を約束しましたが、実際の作業日には姿を現しませんでした。パラバーナは他の村人と共に作業を進めながら、バスカルの不在を感じて失望しました。それでもパラバーナはめげることなく、より一層農作業に精を出し、村の手伝いを買って出ては他者のために力を尽くします。パラバーナは村の中でアンジャリという女性と友好的な関係を築いていました。アンジャリはいつも笑顔で、村の人々との交流に積極的でした。彼女の明るさと親しみやすさに惹かれ、パラバーナは彼女を信頼し尊敬していました。
ある日、パラバーナはアンジャリと一緒に村の祭りの準備を手伝っていました。二人は楽しく会話を交わし、共同作業の時間を楽しみます。アンジャリはその日もいつも通り、親切で温かい態度を見せていました。しかし、その後の出来事が、パラバーナのアンジャリに対する見方を変えることになります。祭りの準備が一段落したある晩、パラバーナは偶然にもアンジャリが他の女性たちと話しているのを聞いたのです。彼女の言葉は、日中見せていた親切な態度とは全く異なり、他の村人たちの悪口や噂話に満ちていました。特に、アンジャリはパラバーナ自身についても、お人よしのパラバーナ、と軽蔑しているような言葉を使い、彼の善意を嘲笑っているかのようでした。パラバーナはこの一面を知り、深く傷つきました。パラバーナもさすがに答えたようで、この経験から、人の内面と外面が同じではないという疑いを持つようになります。これまでは村のみんなのために、一生懸命に働くことに喜びを感じていたパラバーナでしたが、今ではただ悪い人々に搾取されているだけのような気持ちになってきて、心がすさんでいるようです。そして、さらに心が乱れる出来事が起こってしまいます。パラバーナの村には、ダネシという男が住んでいました。彼は村で知られる遊び人で、しばしば夜更けまで掛け事や酒に興じることで有名でした。ダネシュは陽気で人懐っこい性格のため、はじめはパラバーナも彼との交流を楽しんでいました。しかし、ダネシュと過ごす時間が増えるにつれ、パラバーナは彼の生活様式に疑問を持ち始めました。ダネシュはしばしば夜通し掛け事に明け暮れ、翌日には仕事に手をつけないことが多かったのです。彼の行動はしばしば村の他の人々に迷惑をかけ、時には彼らとの間に争いを生じさせることもありました。また、自分も彼の行動に引っ張られてしまって生活が乱れ、以前は日の出前に起きて作業を始めていたのが、おろそかになる日も出てきました。そして、特に心に残る出来事が起こったのです。村の大切な祭りの日、ダネシュは前夜の掛け事で大きな損をして、祭りの準備に全く参加しませんでした。そのため、他の村人たちが余計な負担を背負うことになり、村の雰囲気にも影を落としました。パラバーナは、ダネシュの無責任な態度に失望し、彼との距離を置くことを決めました。このような経験を経て、パラバーナは人との関わり方について深く考えるようになりました。それは心の中に重くのしかかる悩みの種でした。カイラシュ、バスカル、アンジャリ、そしてダネシュ、彼らとの出来事が彼の心に影を落とし、人間関係に対する疑問と不安を深めていました。彼はこれらの経験から学ぶべき教訓があるのではないかと考え、村の知恵者ゴパールに相談することを決意しました。ゴパールは村で最も尊敬される老人で、多くの人々の悩みを解決に導いてきた知恵深い存在でした。彼は自然のリズムと調和することを大切にし、人々に対しても常に温かく接していました。パラバーナはゴパールの元へと足を運びました。夕暮れ時、ゴパールの小屋に到着したパラバーナは、自分の心の中に渦巻く感情を素直に打ち明けました。彼はカイラシュの利己的な行動、バスカルの空虚な約束、アンジャリの二面性、そしてダネシュの無責任な生き方によって、人との関係の築き方について混乱していることを告げました。ゴパールは静かにパラバーナの話を聞き、深く思索する様子でした。彼はパラバーナの悩みを理解し、それに対する深い洞察と助言を与えるために、遮ることなくパラバーナの話に耳を傾けました。夜の帳がまだ村を覆っている中、ゴパールの小屋での教えが始まりました。パラバーナよ、君は村一番の働き者で、誰よりも献身的な心を持っている。それゆえに悩みの種は尽きないだろう。仏教にはこのような言葉がある。悪友を避けて善友を求めよ。しかし善友が得られなければ孤独に歩め。そして仏教の開祖であるブッダは、人生において避けるべき4種の悪友というものを明らかにしている。それだけ友というものは大事なものなのだ。これは君の人生にとって重要な教えだ。よく聞きなさい。パラバーナは一言も聞き漏らすまいと、ゴパールの言葉に集中しました。まず避けるべき悪友の一人目は、何者でも取っていく人だ。このような人は自分の利益のためだけに他人と関わり、
与えることはなく常に受け取ることばかり考える。彼らとの関係は君にとって有益ではなく心の平穏を奪うことになるだろう。次に言葉だけの人。彼らは約束をするが実際にはそれを果たさない。口先だけの人々との関わりは信頼を築くことができず結局は失望を招くだけだ。3つ目は諫言を語る人。表面上は親しげに振る舞うが裏では他人の悪口を言い真実を歪める。このような人々は真の友情や信頼を築くことができない。最後に優等の仲間。彼らは自己制御を欠き無責任な行動をとる。共同体の調和を乱すことも厭わず自分の行動の結果を他人に押し付けることがある。ゴパールは静かに続けました。これはまさに君が語った4人の友を指している。これら4種の悪友との関わりを見直すことは君の精神の成長のために必要だ。パラバーナはゴパールの言葉を深く心に刻みました。ブッダの教えは彼が直面している人間関係の問題を解決し内面の平穏を取り戻すための道しるべとなることを彼は感じたのです。ゴパール様、彼らとの関係を見直してみたいと思います。とはいえ彼らも同じ村で暮らし共に作業をすることもあります。無下に扱うこともなかなか難しいのです。かといって私がこの村を去るつもりもありません。私はこれまでのように作物を育て村に貢献したいのです。いい人も多くいます。それに彼らだって全くの悪人ということでもありません。ゴパールはパラバーナの問いに深くうなずきました。君が言っていることは至極真っ当なことだ。私からいくつか道しるべを与えよう。まず友とは何かということだ。パラバーナよ、よく覚えておきなさい。友とは交わりである。交わりとはつまり互いに何かを交換するということだ。その意味において良い友とは君の人生にとって良いものを差し出してくれる人だと言えるだろう。逆に悪い友は君の人生にとって悪いものを差し出してくる人だと言える。はい、確かにその通りです。友とは互いに影響を与え合うものです。良い友といると心は晴れやかですが逆に悪い友といると心が濁っていくように感じます。そうだ、ブッダが友について語ったのはおそらくこの交換による影響について注意を促すためだろう。実際の社会では簡単に人との関わりを断つことは難しい。特にここのような小さな村では誰もが顔見知りで会わずに過ごすということもできないだろう。だからパラバーナよ、君が意識を向けるべきなのは相手から差し出された悪いものを受け取らないということだ。パラバーナは彼が現実に直面していた問題についてわずかな光が見えてきたように感じた。ゴパール様、そのためには私は何をすればよろしいでしょうか。受け取らないようにと思っていても気づいたら心をかき乱されている自分がいるのです。ゴパールはパラバーナのまっすぐな瞳を見つめながら穏やかな声で答えました。そのためにはパラバーナよ、君は君の山を登ることだ。君がどうしても成し遂げたい目標を立て、ただその歩みにだけ集中しなさい。そのように努め励む者には良い友だけがついてくるだろう。君がその山を登れば登るほど悪い友は君の歩みについてこれず、おのずと離れていくということだ。パラバーナはゴパールの話を聞いて、確かにこれまでの自分には確かな目標、登るべき山というものが見えていなかったと内省しました。そしてもう一つ、私たちが悪友を断つことができないのは私たちもまた心の内に悪友を抱えているからだ。だから私たちはまず自らの内なる悪友を追い払うように努めなければならない。そしてあなた自身が心の内に良い友を抱えるのです。私自身の内に良い友を、パラバーナはそう繰り返した。そうだパラバーナよ、ブッダは大切にすべき4種の善友についても語っている。その4種の善友とは次のような人々だ。まず助けてくれる人、これは元気がない時に守ってくれる人、正常な判断ができなくなった時に正しい行動に向かわせる人のことだ。次に苦しい時も楽しい時も一様である人、窮地に陥っている時に見捨てず辛い時も一緒にいてくれる人だ。そして自分のためを思って話してくれる人、悪い道に入らないように忠告し大切な情報を教えてくれる人のことだ。最後に同情してくれる人、これは上り調子の時には一緒に喜び、落ち目になった時に心配してくれる人のこと、人から悪口を言われた時には弁護してくれる人だ。そうしてゴパールはパラバーナに優しく微笑み彼の肩を叩いて勇気づけた。パラバーナよ、君はそれができる人だ。悪友に飲み込まれてはいけない。これからも勤め励みなさい。
山の頂を目指している限り、勝利は常に君と共にある。ゴパールの小屋を後にしたパラバーナは、星明かりのもと静かに村を歩きながら、自身のこれまでの行いについて深く思索しました。ゴパールが語ってくれたブッダの教えを胸に、彼は自分の人間関係を見つめ直し始めたのです。彼はまず何者でも取っていくカイラシュの行動を思い返しました。彼との関係が一方的であったこと、そしてその関係が自分にとって何の利益もなく、むしろ心の負担となっていたことを理解しました。次に言葉だけのバスカルとの経験を振り返りました。バスカルの約束が空虚であり、彼の言葉には信頼を置くことができないという事実を受け入れました。パラバーナは言葉と行動の一致の重要性を再認識しました。還元を語るアンジャリとの関係を思い出すと、彼は人の内面と外面のギャップに気づき、表面的な親しさに惑わされないようになりました。真の友情と信頼がどのようなものかを理解し始めました。そして優等の仲間であるダネシュについて考えた時、彼は無責任な生き方が周囲の人々にどれだけ影響を与えるかを深く理解しました。自己制御と責任感の重要性を再確認したのです。これらの反省を通じて、パラバーナは自分自身の成長の必要性を感じました。彼は自分がどのように他人と関わるべきか、どのような人間関係を築くべきかを考えるようになりました。また彼は自分の行動や選択が他人に与える影響をより意識するようになりました。この夜の出来事はパラバーナにとって大きな転機となりました。内省の夜を経て、パラバーナは新たな決意を胸に村へと戻りました。ブッダの教えを実生活に取り入れ、自分自身と他人との関係を改善するための第一歩を踏み出したのです。彼はこの村の誰もが自分自身で生計を立てられるよう、彼が考え出した農作業の優れた方法を皆に分かち合うことにしました。そして不作の年にも飢餓で苦しまないように計画的に穀物を貯蔵し、困った時に相互に助け合える共同体を作るために力を尽くそうと考えました。それが彼が立てた目標で、彼が登ることを決めた山でした。そうして彼は以前にも増して一層仕事に打ち込み、村中を回っては困った人がいれば手助けし、気を病んでいる人がいれば話を聞いて励ましの言葉をかけたのです。そうやって自身の目的に集中することで、それまで彼を悩ませていた人間関係においても悩むことはなくなりました。悪友から悪いものを受け取らず、良いものだけを交換するように自分の中に善友を育てていったのです。彼はまずカイラシュに対しては与えることの喜びと相手への期待のバランスを見極めるようになりました。カイラシュに対する無条件の与え方を改め、相互の尊重と感謝を基礎に置いた関係を築くよう心がけました。これにより彼は自分の与える行為が一方的なものではなく、自己と相手の両方にとって意味のあるものになることを学びました。バスカルとの関係では、彼の言葉に盲目的に頼るのではなく、彼の行動を観察することに重点を置きました。パラバーナはバスカルに対して率直に意見を述べ、約束を守ることの重要性を伝えました。この対話はバスカルにも自己反省の機会を与え、彼の行動に少しずつ変化が見られるようになりました。アンジャリとの関係においては、パラバーナは彼女との距離を保ちながらも寛容な態度を取ることを選びました。彼はアンジャリの言動に左右されず、自分自身の価値観に基づいて行動することに重きを置きました。これにより彼は表面的な友情ではなく、真の信頼関係を築くことの重要性を理解しました。ダネシュに関しては、パラバーナは彼との関わりを控えめにしましたが、彼に対する批判的な態度は取りませんでした。代わりに彼はダネシュに対して助言をし、より責任ある行動を取ることを奨励しました。この行動はダネシュにも自分の行動を見つめ直す機会を提供しました。これらの変化を通じて、パラバーナは自分自身の成長を実感しました。彼は人間関係の中での自分の役割をより深く理解し、他人との調和の取れた関係を築くことができるようになりました。彼の心には平穏が戻り、村の共同体においてもより積極的な役割を果たすようになったのです。それから幾年か過ぎた後、その村はその地域のどの村よりも栄え、
人々が幸せに暮らす村として名を知られるようになりました。この物語を聞いてどのように感じたでしょうか。悪友を避けよと言われても、実際には同じ会社で働いていたり、長い付き合いの友人だったり、もしくは家族だったりして難しいと感じた方もいるのではないでしょうか。社会の中で生きていくためには人との関わりを完全に断つことはできません。特に現代では旅に出るようなことも難しいですから、どうしても嫌な人と関わらないといけないケースは往々にしてあると思います。この話の重要な点は、友とは影響を与え合う存在であり、悪い友からの悪い影響に気をつけましょうという点です。そしてその影響を受けないための方法は、自らの中に確固たる高い目標を持ち、それに向かって前進するということです。そのように自分の本当になすべきことに集中しているとき、その他の重要でないことは目に入らなくなります。また私たちがそのような確固たる信念を持って動くとき、それを持たない悪友たちはおのずと離れていくでしょう。場合によっては逆にあなたが共に影響を与え、それまでの関係性が改善することもあるかもしれません。そして大切なことは、自分自身の中にもまた悪友になりうる心があるということです。自分を律し、まず自分が善友となることに意識を向けてください。そうすることで、それに共感する善友が現れ、あなたの周りにはそのような良い人間関係が広がっていくことでしょう。あなたのこれからの道のりがより良いものとなるように願っております。それではご視聴いただきありがとうございました。高評価ボタンを押していただけますと制作の励みになります。お聞き逃しのないようチャンネル登録と通知音をお願いいたします。